はい、こんにちは。パーカッション高文です。ゼロから始めるパーカッションボンゴ編。この動画ではボンゴの基本的な叩き方について解説していきます。はい、実はボンゴの叩き方っていうのは結構いろんな種類がありまして、やる音楽ジャンルによっても違ってきますし、あとは演奏者によっても結構個人差があってですね、いろんな叩き方をする人がいるんですね。で、一応僕の動画では代表的な2種類の叩き方。まあこれさえ押さえとけば大丈夫だろうっていうですね、2種類の叩き方を紹介します。代表的な2つの叩き方、1つは人差し指を使って叩く方法です。で、もう1つは指の腹を使って叩く方法です。指の腹っていうのは、まあ、こう人差しから小指まで指を揃えて、1つの面にするんですね。で、この平らなところで叩く方法があります。で、これらはどちらがいい悪いとか、正解不正解という話ではなくて、叩き方によっても出音が変わってきますので、あともやる音楽に合わせて最適な叩き方を選んで叩き分けていくというような感じになります。はい、まずはこの音の違いっていうのを聞いてみてください。最初、人差し指だけで叩きます。これが人差し指。では次は指の腹で叩きます。はい、いかがでしょうか。人差し指を使った叩き方は割と高い音の成分中心で結構明るいカラッとした音の印象ではないかと思います。一般的にはポップスで使われるようなボンゴはこういった叩き方をします。で、指の腹で叩いた場合ですね、こちらは結構しっかりとした音量と音化があって、特にこのボンゴの低音成分までしっかりと引き出してあげるような叩き方になります。で、トラディショナルなキューバ音楽とか、結構ゴリゴリした感じのダンスミュージックなんかでは、この指の腹を使ってですね、バシバシと叩くことが多いです。で、2種類の叩き方をマスターして叩き分けられるっていうことが理想的なんですけれども、もう完全にゼロから始めるビギナーの方の場合は、どちらか1種類でいいです。で、1種類好きな方を選んでいただいて、そっちから始めて、片方叩けるようになったら、もう片方も練習するというふうにしてみてください。はい、では早速叩いていきたいんですけれども、まずはちょっとこのボンゴのセッティングから見ていきます。で、このボンゴの高さですね、好きな高さで大丈夫です。もうどんな高さでもいいんですけども、この打面に対して自分でこう軽く手を置いたときに、このですね、打面と、まあ、腕、肘から先の腕、前腕がまあ、っすぐになるようにしてください。まあ、同一平面上ということですね。この打面の傾きに対して、こういう風になってたり、まあ、こういう風になってたりしないってことですね。で、こうなるように、ボンゴの高さと傾きを調整してみてください。で、今このボンゴはですね、このカメラに向けるためにちょっと打面を前側に煽ってますけれども、例えばこれが、水平でも大丈夫です。まあ、地面に対して真っ平らな状態ですね。ただこの場合は、まあ、このポジションで叩くと、こう打面の水平に対して腕が傾いてしまっていますので、この傾きでやるとしたら、まあ、こういう風になるってことですね。自分がこう座るかボンゴの高さを上げて打面の傾きと前腕が同一平面上になるように調整すると。で、このように傾ける場合はこう前腕の傾きとちょうどいい高さにすると。で、なんでこういう風にするかというと、この太鼓の筒に対してまっすぐ垂直にエネルギーを送ってあげたいんですね。で、こうすることによって効率よく楽器が鳴ってくれますし、叩く方の自分もですね、無駄な力を使わなくて済むので、まあ楽に叩けるというわけです。はい、それではまずは人差し指の叩き方からやっていきます。まずはこの高い方からやっていきますね。この高い方の打面の縁、角に対して人差し指の第二関節がちょうど乗るように置きます。で、それ以外の指は、まあ、軽く添えて、打面には触れないように軽く浮かせてあげます。これが基本のポジションになります。はい、上から見るとこんな感じです。この人差し指の第二関節あたりがこの縁に乗っている状態ですね。で、この指の先は座面から浮いている状態です。
で、この基本のポジションは毎回叩いた後必ずここに戻ってくるようにします。で、このポジションから始めて腕を少し持ち上げて落とします。これが基本の叩き方になります。この腕の落とし方、ストロークの仕方っていうのはコンガやカホンと全く同じです。基本のポジションに手を置いたら、まずは肘ですね。肘をこう糸で引っ張られて持ち上げられているようなイメージで、で、この糸を切る。ちょっとこう腕が落ちますので、自然にこう落下させて当たると。で、力が入っていると音が鈍くなりますので、まあ、適度にですね、こう、腕をぐにゃんぐにゃん動かせて、まあ、よく言われるのは、ムチのように、こう腕がしなる状態。で、結構腕の重さっていうのは重いので、もうこの質量をですね、落下させると、ものすごいエネルギーになります。で、これを、このダメに対して、まっすぐ垂直に落としてあげるっていうようなイメージです。で、このダメに指が当たった後に、指をつけたままにしてしまうと、こう、皮の振動を止めてしまいますので、もう一回当たったら自然に跳ね返って、あとは浮かせた状態です。それでは両手とも基本のポジションに置いて、右左右左交互にしばらく叩いてみましょう。せーの。はい、続きまして、この低い方を人差し指で叩いていきます。で、この低い方は、高い方に比べて、もっと指をですね、中心近くまで、ぐぐぐぐっと、深く入れていきます。で、目安としては、こう、手のひらがありまして、こう、指を折り曲げますね。指を折り曲げると、まあ、ここが、シワになると思うんですけれども、このシワの部分が、この、ボンゴの、縁に当たるくらいが目安です。はい、上から見るとこんな感じです。この手のひらがボンゴの縁に当たって、人差し指がこの丸の中心近くに当たっている状態です。で、ここを基本のポジションにして、叩いた後はここに毎回戻っていきます。で、ここから始めて、さっきと同様ですね。肘から腕を持ち上げて、このまま落下させます。で、この人差し指の先端と、さっき、まあ、折り曲げてですね、シワになったところですね。こことここが同時に当たります。この2箇所が同時に当たります。で、他の指はですね、打面に当たらないように、軽く浮かせた状態にしておいてください。で、こちらも打面をヒットした後は、打面に指がくっつかないように、まあ、自然に浮かせた状態にしておいてください。それでは両手とも基本のポジションに置いたら、右左右左交互にしばらく叩いていきます。せーの。はい、以上が人差し指の基本の叩き方になります。初めて叩く方はですね、おそらく人差し指で叩こうと思っても、他の指も一緒にこう、ダメに当たっちゃったり、あとは単純にですね、指が痛かったりすると思います。なので、そういった場合はですね、一回、ボンゴは置いておいて、こう、手のひらを出して、手のひらで練習しましょう。こう、しっぺってありましたよね。子供の頃に、こう、パチンっていうやつ。こう、完全にしっぺをするイメージなんですね。人差し指だけでしっぺをするイメージで、まあ、反対の手のひらにめがけて、まあ、こういうふうに練習するとそんなに痛くないで、この感覚をつかめると思いますので、ぜひやってみてください。
それでは次は指の腹で叩く方法です。この時は、人差しから小指まで、指はこう、軽く添えて、一つの面になるように整えます。で、各指の、まあ大体第二関節が、この高い方の縁に乗るようにします。これが基本のポジションです。はい、上から見るとこんな感じです。で、この指の平らな面の部分が、だいたい座面のこのあたりをですね、叩くように、この第二関節付近が、この縁に乗るように構えます。で、この基本のポジションから始めて、腕を肘から少し持ち上げて、あとさっきと同じですね、落とすだけ。で、この腕のストロークの仕方も他のパーカッションと全く同じです。まずはこの肘ですね。肘を中心に上に持ち上げて、適度に力が抜けていると、この肘から先、前腕はこう下にダラーンと落ちますね。で、肘を持ち上げていって、落とすと、上腕ですね。上腕の方が先に落ちてきて、続いて前腕が落ちてきて、手首が落ちてきて、最後手のひらが落ちてきて、ダメに当たると。で、注意点としましては、こう、叩き終わった後に、ダメに指先がくっついていないように、浮かせた状態にしておいてください。で、あとはですね、こう叩いた後、手首がこう、ダメよりも、下に落ちないように注意してください。あくまでこの基本のポジションですね。座面と一直線上に手首と前腕がある状態に毎回戻ってくる。こうならないように気をつけてください。こうなると、この手首のところにですね、ものすごいストレスがかかりますので、腱鞘炎になる可能性がすごい高いです。なので、あくまでここが同一平面上、まっすぐな状態で垂直にエネルギーを送って、で、基本のポジションに帰ってくるというふうにしてください。では、両手とも基本のポジションにおいて、右左交互にしばらく叩いてみましょう。せーの。はい、では続いてこの低い方を指の腹で叩いていきます。で、この腹で低い方を叩くときに限って、ちょっと特殊な叩き方をします。どういう感じかというと、こういう感じですね。普通に、ポンポンポンと叩くだけではなくて、叩いた後、ちょっと座面に触れて、プッシュするような感じ。低音成分をクンクンクンと押し出してあげるような叩き方をします。はい、指を軽く揃えて、指の大体第二関節あたりが、このボンゴの縁のところに乗るようにします。はい、上から見るとこんな感じです。さっきの高い方と同じくらいの浅さか、まあもう気持ち深いところですね。で、こう、座面をプッシュして、特に低音の成分がよく出るところに構えてください。で、ここに置いて、普通にストロークして、まあ落とすわけなんですけども、叩いた後、大体ですね、この、第一関節から第二関節のあたり、まあ指のちょうど真ん中に当たる部分が、この座面に触れた状態のままにします。ちなみに触れないで浮かせた状態にすると、まあこういったサウンドなんですけども、これっていうのはさっきの指でもいいんですね。ではなくて、まあちゃんと使い分けるためには、この指の腹を使う場合、まあコンガでいうですね、モフ、に近いような叩き方なんですけれども、あくまでこうストロークして自然に叩く、叩き終わって、この指の中腹で、
軽くこの打面をクッと、まあ、本当に軽くですね、グッと押すわけではなく、トントントンくらいの軽さで押してあげると、クン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 とですね、かなり力強い低音成分を強調した音になります。で、いろいろな力加減で何回も叩いていると、特にですね、低音がクンと強調されて、もう自分にまで返ってくるような力加減の時があると思いますので、その感覚を覚えて毎回こうコンスタントに発音できるように練習してみてください。で、両手を基本のポジションに置いて、右左交互に叩いてみましょう。せーの。はい、というわけでボンゴの基本の叩き方、人差し指と指の腹の叩き方について解説しました。で、ビギナーの方はですね、まずはどちらか一つ選んで練習してみてください。多分指の方が簡単だと思います。で、余裕がある人はですね、両方叩けるように練習してみてください。で、一個補足なんですけれども、この指の長さっていうのは人によって違うと思います。で、あと使ってる楽器のサイズもですね、この径も人によって違うと思いますので、先ほど説明した基本ポジション、第二関節にこのボンゴの縁が当たる、というのはあくまで標準的な目安だと思っておいてください。ここよりもさらに浅く当てた方が楽器が良くなる、叩きやすいという方もいらっしゃるでしょうし、もっと深く当てた方がいいという方もいらっしゃるでしょう。なので、まあ、いろいろこう深さをですね、調整しながら試してみて、どこが特になりやすいか、で自分が叩きやすいかっていうのを、決めていただいて、そこを自分の基本ポジションにしてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに興味がある方のための有益な情報やレッスンなどを配信してますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。